おはようございます。ですね、釣り好きやねん東京支部第1弾です。この橋彦横浜でやってる釣りフェスティバルにやってまいりました。ちょっとね、一人での撮影が初めてのため大変そわそわしてるんですけど、ちょっとここで、まあ、大阪のフィッシングショーは去年3人で行ったので、まあ、その違いというかこっちではどんなことやってるのかっていうのを見るのと、大きくあのキャスティング講習を受けたいなと思ってまして、私おかっぱりこれからちょっと増えると思うんで、ちょっとキャスティング講習を受けてちゃんとした釣りをできるように学習していきたいと思います。はい、では入場します。よろしくお願いします。釣りが好きやねん、理由なんてなぜ、バカ野郎ベイベー、ただそこに、海が遥かだとしか言えないか、ブルーバッツだったビルバッツ、バッツだったラスタスタ、ブルーバッツだったビルバッツ、ラッツァフリルバ。はい、チケット買いましたんで入場します。さあさあ、はい、入ってきます。ありがとう。はい、このキャスティング、プロが教えるキャスティングクリニックに参加したいと思っております。なんでまずタックル&キャスティング体験の会場をちょっと見学してみたいと思います。なんかさかなクンの声が聞こえるような気がする。すごい、やっぱりでも人の多さは大阪と同じぐらいかな。あー、こんなもんなんだ、うん、なもん。キャスティング講習張り切りすぎて10番目に順番が取れたんで、ちょっとちゃんと教わって今後の釣りに生かしたいと思います。で、ちょっと今日は協力で友達が一緒に来てくれてるので、ちょっと友達にカメラを任せて私はあの講習に集中したいと思います。あの皆さんもね、あのキャストのお悩みの、できる限り解決するように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは男子の指示に従ってご移動をよろしくお願いします。今のは近い人で、下からキャストなの、そそらキャスティング、そっか、上からは危なくていけない、ね、いよいよ一回もやったことないです、下からで勝手に飛んでいくんで、はい、ここ
から構えるんじゃなくて、ここから後ろに引く感じです。後ろに引く感じで前に出すとロッドの反発がで勝手に飛んでいくので、後ろに引いてパン、後ろに引いてパン、はい、前に飛びました。めっちゃ前に飛びましたよ。だいたいタラシは10センチから15センチぐらい、手首だけで投げる。そうです、そうです。めっちゃうまいですね。めっちゃ一番最初後ろに飛んでいきましたから。いや、どういう何が起こったのか全然理解できなかったんですけど。なるほどね。はい、でどんなキャストも一緒なんですよ。横から投げるのも上から投げるのも手首だけでいいんで。へ、はい、大気のおかげで言う通りにやったら釣れたっていうのが一番辛いな。はい、これも一緒です。スキッピングとかするときはその横から投げるとか。なるほど。手首のスナップだけです。釣りやってた、やってた。どこ？お時間5分前です。あ、肘はいけ、肘は固定ですか？肘はある程度固定してる。感じるんじゃないかなと思います。超大変そう。あのパラメーターで強さを表してるので、はい、ぜひぜひ。これな、これはジグドライブ R っていううちの竿を使ってますので、ガマタキの竿を使ってますので、ぜひぜひ。しっかりと番宣をしていくなので。さあ、倉庫行ってるし、残り 5m、 そろそろ下の方向いていただいたら魚が見えますので、右から網が来るので寄せて寄せて、上げて上げてで、すごい、はい、フグー。フグでこんな、そうだ、1m ぐらいある巨大フグが釣れるタイプ。ギガントフグで、いいな、お腹いった。いや、楽しかった、めちゃ楽しかった。いっぱい並んでいろいろ見たけど、フグを釣ったのはあんちゃんだけでした。すごい、あんちゃんだけでした。確かに結構強めのフグでした。みんな平まさか。そう、平まさかなのに。私も平まさかなとか思ってた。まさかのフグ。まさかのフグ。はい、お疲れ様でした。今日は釣り好きやねん
なんだっけ、東京支部第1弾で釣りフェスティバルに来たんですけど、すごいやっぱ釣り好きな人多いなと思いました。人が大阪の時もめっちゃ多くて大変だったんですけど、東京でもやっぱ多かったです。で今回は大阪の時は T シャツを配るっていうのがメインだったんで、もううろうろしてただけだったんですけど、今回は投げ方も教えてもらえたし、なんか超巨大フグの引きも味わえたし、すごい楽しかったです。はい、ということでちょっと今日映ってない、協力してくれたみんながいっぱいいるんですけど、本当ありがとうございました。ちょっと次は東京の磯釣りか、まあサーフか、ちょっと一人でチャレンジしてみたいと思うんで、その時もまたよろしくお願いします。じゃあ今日ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。おだよー。